今日はね、このアンプ、ベースアンプのご紹介です。フィル・ジョーンズの、ダブルフォアっていうね、ベースアンプなんですけどね、ちょっとね、フォーカスをこっちに合わせます。はい、ピントがこっちに来たと思いますが、これね、先日島村木さんから、購入しました。ギター2本と交換って感じでね、まあ、交渉の末、お願いしていただきました。これね、4、5年前に発売されたんですよね。でね、すっげーコンパクトで、しかもね、今弾いたみたいに音圧もちゃんとあるという優れものなんですよ。 してね、なんといってもね、この質感ですよね、素晴らしいんですよ。この辺もうね、高級オーディオですよ。もうね、作りがもうこのつまみのね、この感触とかね、めちゃめちゃいいですよ。価格はね、まあ、5万円ぐらいなんですよね。この大きさで5万円っていうのはね、もう破格っていうのはまあ高いってことですよ。普通こんくらいの大きさのアンプっていうのは、まあ、数千円、1万円しないんですよね。でもね、音全然違いますよ。もうこんくらいの普通のちっちゃい数千円、1万円前後のアンプはもう、音圧が全然ない。もうね、本当に軽い音しか出ないんですよ、特にベースアンプは、ね。でもこれはね、この大きさでありながら音圧がしっかりある。だからスラップ奏法もね、なんかできそうな感じがしてきたんですよね。ね、これですね、ベースギター買ったばっかりの時はね、これをね、使ってたんですよ。この THR、ヤマハの THR、これはエレキギター用なんだけど、ベースアンプの設定もあるんですよ。ベースアンプの設定もあるんでね、これをとりあえず使ってたんだけど、音がね、こんな感じですよ。一応ベースアンプが鳴らんことはないんだけど、やっぱりね、音圧がないんですよね。だスラップをやろうとしてもね、なんかね、全然迫力がない感じ。一応まあ使えんことはないって感じなんだけど、まあ物足りなくてね、それが原因で最近ね、もう、ベースギター買ったのにね、引かずじまいだったんですよね。やっぱりね、アンプは大事ですよね。だから思い切ってね、このフィル・ジョーンズ、まあ、大きさ的にはね、ね、まあ、ほとんどこう立てたらわかるけど、大きさ的には、まあ、容積的にはほとんど同じで、コンパクトサイズっていうのもね、まあ、気に入って、もう思い切ってね、このフィルジョーンズを買ったんですね。やっぱり全然違いますよね。これはね、ダブルフォアっていう名前は、4インチのスピーカーが2つついてるってことで、名前がね、ダブルフォアって付けられてます。まあ、見た目はね、4インチって言ったら、まあ、10センチなんだけど、10センチはないような感じですよね、これ。なんか5、6センチしかないような感じなんだけど、一応、まあ、4インチというふうに、まあ、企画には書かれてますね。まあ、発売されたのはね、4、5年前なんですよね、これ。でもね、日本人の YouTuber でね、これを紹介してる人がね、なんか見当たらなくてね、だから外人さんがアップした、まあ、YouTube の動画を見て、まあ、いいなと思ったわけですけどね、それがたまたまね、島村楽器さんにあって、まあ、売れ残ってたんですよね。まあ、価格がね、5万円するんでね、なかなかこのサイズを5万円出して買おうとは思わないですよね、普通ね。だから、まあ、売れ残ったんだと思うんだけど、まあ、この1台がね、3万円ぐらい出すと、もっと大きくて、もっと音圧がある、ちゃんとしたやつが買えちゃうからね。でも僕は、この部屋ね、もうね、楽器だらけなんて、もうでっかいベースアンプ置きたくなかったんでね。だから THR を、まあ、代替えとして使ってたんですよ。でも物足りないですからね。そうすると
とちっちゃくて、まあ、音圧のあるやつっていうのが、うん、いいなと思ったんですよ。なのでね、これからはねベースの練習にもね、うん、励んでいこうかなという気になりましたね、うん、これとの出会いによって。